チャンネルです。はい、今日も、キャンプに来ました。今日はね、西丹沢ウェルキャンプっていう、ちょっと行こうって思ったら行けるすごい近いキャンプ場にこうちゃんと来てます。寒いから隠れちゃった。今日は普通のキャンプなんだけども、お友達連れてグループキャンプに来たので、グループキャンプの様子をアップするぞ。一緒に来たお友達が本当にキャンプ初心者とか初めてキャンプに来る人も連れてきたんで、今日は、私たちはいつもの J キャビンミニ W なんですが、後ろに映っているキャビンにお友達は泊まります。このキャビンすごいよくできていて、お手洗いとか水とか冷蔵庫とか暖房とかもついてるので、後でなんか紹介していきたいと思います。イエイエイ。はい、キャビンこんな感じです。なんかね、使えるキャビンはね、このライトが、こんな可愛くリボンのライトがついてます。今日は、何これ、マーロット、よくわかんないに泊まります。はい、なんかこんな感じです。すごいね、電気もちゃんとつくし、で広いんですよね。はい、石油ストーブもちゃんとついてます。それからそれから冷蔵庫ですね、冷蔵庫もついていて、その隣にカセットコンロが設置されてます。カセットコンロね、カセットガスも置いてあった。で、電気とガスも使えるし、床暖がついてるんだよね。で、トイレはこんな感じで綺麗です。水洗ですね。ウォシュレットとかはついてないけど、でもね、流しとかもこんな広いし、すごくいいなって思います。初心者だから。で、ロフト状になっていて、こんな感じで階段も広いよね。すごい広い広い。2階が寝床になっていて、お友達の寝床がもう仲良く3人分用意されてます。今日はこのね、鶏鍋おでんっていうのを買ってみました。なんか手羽元が入ってんだって。初めて買ってみた。すげー、手羽元入ってる。今日はこれにもち菌とかプラスアルファの具を買ったので、みんなでこれを食べていきたいと思います。今日はね、いつもはケーキャンでやるんだけど、今日はコテージにキッチンがついてるから、コテージのキッチンをちょっと使って見ています。これは今はカプレーゼ、こちらチーズとトマト、フレッシュのバジル、あの簡易的な、一緒に食べるとカプレーゼ的な、カプレーゼもどき的な。はい、じゃーん、もち巾着とはんぺんも足してあったまりました。あとで熱々食べますよ。カプレーゼうまっ。 Thank you.
すんの。すげえ。結構アヒージョやってる人多くて。もう一度、もうちょっとだけ。いいかな、うん、これはいいと思うよ。これはこれはだってもうこれをご飯にかけたらもういい丼ですよね。焼肉丼だよね。別なにかけたら排気があるじゃん、絶対にロスが多いよね、シーレマン。入れます。全部食ってしまう。あ、これうんま、これうまうまいうまいね。うん、鉄板のやつ、ね、おいしいで、おいしいで。YouTuber です。ほんとですか。これでも YouTuber のチャンネルを持ってる。あ、どうしい。焼けば焼けほど食う。食べ盛りですからね、まあ、ハイペースで払う。超面白い、超面白い。一回満たさないとね、でもね、一回。まだあの、鼻の40代ですね。大変だこれ。大人、大人って大変だね。あ、くそ。じゃあ、わかります。おぉ、こっからが俺じゃないんだ、じゃあ。いやいや、でも僕からも告りますけど、うんうんうん、まあ、告られることに対して全然もうその、まあ、あり、まあ嬉しいし。へー。え、でも断って、でもさ、私今すごい変なんだけどさ、4、5人に言われて 1,2,3 年って来てるってことは断りまくってたってこと？え、そうですよ。めっちゃ決め顔されてる。おはようございます。当チャンネルご覧の皆さん、おはようございます。今日は昨日キャンプを1日して、なんと今朝は朝からすごい雨です。なんですが、友達が借りたコテージの軒下に道具をこうしまったので雨には濡れなくてロッキーロッキーね、ロッキーね。すごい、しかも中あったかかったんですよ。これから、中で、ホットサンドを作ってみんなで朝食食べて、コーヒーも豆から引いて、コーヒーも美味しいの飲んで、朝ごはん食べたら片付けをして帰りたいと思います。では引き続きご覧ください。はい、今日も朝コーヒー引いて飲むよ、飲むよ、飲むよ。お、お、なんだ、どうだ。え、そうですね、これあの最初のテンプレが出ただけなので、ここからあれゴリゴリ感とはいってない。はい、もう焼けてると思うんだけど、食べてみて。あた、食べ始めてね、どうせ1枚ずつしか。え、ソーセージとコーンとチーズのホットサンドやってみました。美味しいよ。大読みじゃないですか。美味しいよ。美味しい、美味しいよ。うん、美味しいね、美味しい。はい、どうも。いつもこうチャンネルご覧いただきましてありがとうございます。今日は初めてキャンプに来るお友達と、この冬のキャンプ楽しんだんですけども、お友達がいたおかげでキャビンっていうのを初めて借りて、泊まってみたんですが、あの夜すごい雨が降りまして、なのでみんなでキャビンの中に避難して、キャビンの中でお食事したりとか、キャビンにこう日差しがあったので、そこに道具などを置けて、あの道具なども濡れず寒くならず、すごい楽しく過ごせました。この時期のキャンプは焚き火も気持ちいいですし、星空も綺麗なのでおすすめなんですが、すごく寒いので、あの初心者の方は無理せずキャビンなど、あの便利なものを使っていくのが楽しめる方法かなっていうふうに思いました。私たちもあのキャビンあって、日差しがあって、すごい濡れなくて楽しく過ごせました。こうちゃんもすごい楽しく過ごせたようでございます。はい、この動画が良かった場合はいいねボタン、またチャンネル登録もどうぞよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。